B フォワードワンダラーズ FC は、マラウィブランタイヤを本拠地とする、マラウィプレミアディビジョンに加盟する、プロサッカークラブである。2014年までは、マイティワンダラーズ FC の名称で活動していたが、2015年シーズンより、チーム名を、B フォワードワンダラーズ FC に変更した。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。中、 選手の国籍表記は、フィファの定めた、代表資格ルールに基づく。チップは1サヌデリ12無理ンカ7ナイレンダゴ、マラタ15チェスター13万ヨゾー11、カムウエンド10ズズ25ワダバキューリンジェ14、中、選手の国籍表記は、フィファの定めた、代表資格ルールに基づく。チップは1サヌデリ12無理ンカ7チョロピゴマラタ15、チェスター28万ヨゾー11ナムウェラ20、 カジプタ・サンワダは旧カリアチ17株組織としてリザーブチームという20ユースチームがある。主にホームタウンであるマラウイのブランタイヤを中心とした地域の小中学校でワンダラーズの選手、コーチによるサッカー教室やエキシビジョンマッチを開催している。2015年よりマラウイの子供たちにワンダラーズオリジナルサッカーボールを配るボールは友達プロジェクトを実施。 累計寄贈数は2万5000個。2015年7月より、外務省と文部科学省が主導し、日本国政府が推進するスポーツを通じた、国際貢献事業、スポーツフォートモローのコンソーシアム会員に、実質的な運営会社であるビーフォワードが承認され、マラウイの地域コミュニティ活動、人材育成などの連携を実施している。2017年1月より、 J リーグへの移籍も見据えた練習参加やトライアウトへ定期的に選手を招聘し、選手の育成、チームの水準の向上、さらにはマラウィのサッカーの向上を目指している。整った環境のない中でサッカーをしている選手に、日本の最新トレーニング技術やノウハウの下で練習するチャンスを与え、世界に通用する選手に育てることを目指している。さらに、 マラウィの子供たちが彼らを目指すような夢や目標になるような活動を続けている。2018年2月6日、ワンダラーズ所属のジャブラニ・リンジェが J3 リーグの YSCC 横浜に移籍、同国発の J リーガーが誕生した。ありがとうございます。